ディスクロニア、クロノスオルタネイト。やあ、佐々木ですよ。先日ディスクロニアエピソード2までクリアしたんですけども、そんでもって、エピソード3発売まで今待機している状況なんですけども、今回はですね、番外編パート。ちょっとおふざけ会議をやってみたいと思います。というのもね、このゲームの裁判パート、エピソード1と2に1個ずつありましたけども、そこでね、もし選択肢をもう全部間違えてみたらどんな感じになるのかっていうのをちょっとやってみたいと思います。もちろん選択肢間違えまくったらさ、最後に、整合性のパーセンテージがすごい低い状態で出てきて、不受理ということでね、やり直しになるんですけども、やり直しになるまで、一旦一通りの手順がね、取れると思うんで、それ、どういう展開になるんかな、どういう他のキャラクターがどういうツッコミが来るんかなっていうのをね、ちょっと見てみたいなと思います。というわけで、カット！来ました、エピソード1の方の裁判パートですね。本審問における発行よ十四部素八死凶で、最初さここ遺体はこの場所ではどんなことが起きたみたいな、どんな証拠がありましたみたいな感じで聞かれるんですけど、ここは間違えたところですぐにやり直しになって特に面白いものは見られないんでカットさせていただきます。空間か、やってまいりました。再現空間。ここからですね、ここでちょっと俺は、思い切りふざけちゃいまーす。この辺飛ばさせてもらいますね。始めましょう。俺の悪ふざけよ。ここですよ。ここはまず目覚めた人形。ラムファード博士の家の隠されていた地下室です。管理局にも報告がされていない。で、ここでシステリアが目覚めるってことで、これエピソード1の場所で、あらすじを言うような感じですけど、システリアの研究をしていました。この人形の性質は、人よりも博士はここで人工的な変異体を作っていたのです。人形は事件の朝までここにいた。このタイミングでね、システリアすごい可愛いなって思い始めてきたよね。今から事件の朝の人形の行動を再現します。ふざけて再現します。さあ、グッグラヤ、クロノシステリア、ふざけまーす。朝7時。そう。おそらく、その人形を犯人。で、犯人の行動。さて、狂気ないよな。さて、何を選ぼう。狂気何選ぼうかな。バイオスフィアを狂気として使ったとかある。今回使ったはナイフなんですよ。本来はね。なるほど。ジャミング装置とかこのタイミングでも操作できてしまうんやな。小型コンテナ、あ、おもちゃ使おう。おもちゃを使おう。光線銃を持ち去りました。この銃に殺傷能力はないはずよ。あ、ないですか、殺傷能力ないですか。人形は凶器を持って自分の意志で地下から出て行ったって。どうする、殺傷能力ないものを持っていったらどうする。人形が次に向かったのは事件現場となったラボです。でもちゃんと持っていくんや。ラボの扉は閉ざされ厳重に入室管理されていました。これじゃ人殺せんぞ。大丈夫なんか。しかしこの地下からなら人知れずラボに侵入が可能です。はい、そうなんです。扉を調べてラボへ移動しよう。この時隠し通路があったんで本来はこっから出ないといけないんですね。ですが、あ、でもこれ俺実況の時にね、こっちから出てしまったんよな、確か。寝室への隠し通路の方かから出たんよな、確か。俺そうじゃなかった。なるほど。それで失敗したんやな、確か。あれ、こっちやったっけ。人形システリアは。
寝室へつながる扉からホールへ向かい、こっちから来てしまったら順番変わるよな。確か入室記録が残らないように管理パネルを破壊、そうパネル最初の方に序盤の方に破壊してしまう感じの展開になってしまうよな。これはちょっと実況で最初にやってしまった手順やな。ラボに入りました。入室管理パネルが壊れたのはこのタイミングだった。ああこれも見たわ、タイミングだったかしらっていうツッコミが来るんよな。もうあべこべでやっておりますのでね。で後ろから襲撃して、えって侵入者に気づいた博士は驚いたはずです。そうです、システリアは博士に近づき狂気で襲いかかりました。これでこれになるやな。そうやな、くらえ、ピピ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 頭部を殴打。これで殴り倒した感じになったんじゃん。銃の意味ないじゃないかお前。だったら死因が遺体のスキャン結果と食い違ってるな。そうですね。完全に違いますね。遺体はこっち向きに倒れていたんだっけな。これは確か俺実況の時に1回目に突っ込まれたよな。これはその侵入方向が違うけんな。隠し通路も違う通路を使ってしまうとこやな。これこうして隠し扉を利用され博士はラボで殺害されたのです。しかし春はさ、そこな突っ込みをものともせずに話を進めますからね。一応これでも殺せたんやな。8時にラボのこの辺ちょっと痛そうではあるけどな。ケース遠崎が殺害現場、ケース遠崎、この時開いたドアからシステリアは逃亡しています。ここではちょっとふざけそれそうじゃないんかな。なんてでもなんで汚染シミュレーターとか触れるん。これ触ってみようか。なるほど、3年前の実験の失敗に責任を感じていたんだろうな。なぜかこれをなぜかシミュレーター調べとんやん。悠長なシミュレーターを除く時間を使っとるという謎の現象、他に何か喋れるもんあるか。もうやってないことをやろうという気満々ですからね今。なんかないが、ないな、ないな。ないらしいわ。ケース遠崎の頃もやっとくか、ボタボでゴンって。ケース遠崎はノータッチやな。はい、さようなら。博士を殺害した人形はおそらく現在も凶器を持ったまま、行方は分かっていません。可能性としては十分ありえそうね。だけど遺体の消失については、これがちょっとさ、エピソード1の時には意外だったよな。この事件にはまだ続きがあります。ケース遠崎がさ遺体を隠したんやっていう、博士を殺害した犯人と遺体を隠した人物は現場に乗っ、この辺は飛ばせてもいいか。ケースさん、ケースさんがそう、その通り。だからケース視点になるのか、うん、俺が。人形システリアが逃走した後、ケース遠崎は現場に一人残された。そうでしたね。彼は何らかの理由で自分、あるいはこのそこで現場を調べ遺体の隠蔽を試みました。この理由、なんでここで遺体隠した理由はエピソード2で分かったんですけどね。しかしそこに予期せぬ博士、マーサ・シモンズじゃ。マーサ・シモンズです。そうです。マーサシモンズです。どんな幼少してるかわかりませんが、ここで姿を見られるわけにはいかない。彼は隠れて様子を伺うことにしました。よっしゃ、隠れ場所に気づかない。あ、そうか、隠れ場所か。正解はここの隠し通路に隠れるでしたね。確かだったっけ。しかしちょっと一周目の時にもさ、思っとったけどさ、こんなところに隠れて見つからんみたいなところ隠れてしまいましょう。なんとかやり過ごすことはできるかな。というわけでここ隠れちゃいます。ケース遠崎が移動した先は、隠れんぼじゃないやけん、子供の隠れんぼじゃないやけん。デスクの下に身を隠しました。見えるわ。随分綱渡りだな。ほほほやね。
すっかすかやもん。せめてこういうさ、物の後ろに隠れなあかんと思うよ。エレン局長、言葉失っとうからな。遺体が発見された時、現場に人の姿がなかったのはこのためです。無理がある。角度的に無理があるわ。確かに遺体の方が先に目がつくけどさ、こっちにも目つくだろう。ですが、このままでは遺体を隠すことはできません。どうすんだい。なんとかして彼女の注意を遺体からそらさないといけない。そうだよね、それそらさないといけないよね。で、寝室入るよね。そう考えた彼は、この辺は一緒。問題は寝室で何をしてくれですよね、皆さん。遺体を発見した、まずその音の発生源となったのは、そう、音の発生源ですが、正解は蓄音機で、音鳴らしたら偶然にも人の悲鳴みたいな声が流れたんですね。しかしでね、違うんだよ俺がやりたいのは。とはいえ、音の出る発生源が壺しかない。パリーンって、パリーンでも意外とさ、人引きつけるには十分そうやけどな。なんか他に面白いもんはねえのか。他に面白いもんはねえのか。ねえ、ねえな。今日はね、花瓶で抱き寄せてやる。あれだけさ、本編で俺がさ、笑おうと必死になっとったのに、ケース通すけどそれが簡単にできてしまうというね、ちょっとなんか負けた気分になるね。ことで、イエーイ。投げることでマーサ・シモンズの注意を引いたのです。発見者が聞いたってのはこんな音だったか。引きつけれるんだったら別に何でもいいじゃないですか。こうして彼、引きつけるには問題ないと思う。再び地下を通り抜け、遺体に処置をすることで、で隠したわけね。地下へ遺体。その後、彼は寝室からホールに移動。はいはい。現場にいたことに気づかれずに姿を消すため素早く行動しました。そうでしたね。さあ最後だ、最後もふざけるぜ。ですね、本来だったらこれを叩き壊すんがケース掃除機の仕事なんやけど、もう壊れております。もう壊れております。何をすればいいんでしょうねって。もうこれ以上何をすればいいんでしょうねみたいな。もうふざける方法がなくなってしまっている。もうふざける方法はなくなってしまっている。ただ出ていくしかなくなっている。残念。残念ってなんだこれ。マーサに気づかれないようにエントランス、こうして、そう、ふざける部分がなかったぜ。これが事件の、さて全部ふざけてみたぞ。さあどんなパーセンテージになる。ケース遠ざきはしか、さあパーセンテージだよ。問題はどうなる、どれぐらいのパーセンテージになる。ビビ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 ビこれでは受理できません。てか 50% あっとんやな。50% ちょっとはあっとんやなって逆に思ってしまうわ、お前。来ましたね。この空間は被害犯人が。はさて、実況本編の時はね、あんまり頭の中で整理できてないなりにね、被害者の死亡推定時刻、バッチリ1回でクリアできたよな。ケースとだけがドローンの監視機でこう起きとるんと、被害者の女性
彼女は潜伏しとったよね。問題ここよな。か客室の入れ違いになるように犯人は客室フロアに来ました。行動の迷いのなさから犯人は被害者の女性がホテルにいることはあらかじめ知っていたのでしょう。今回半沢さんという状態で出てきますからね。もう完全にみんながミスリードでアッシュが3人っていうことで思い知らせるように。この客室フロアは2体のドローンが巡回していて注意をそらす必要がある。もうクリア済みなんでね、これがシステリアであるっていうことはね、俺と実況を見てくださった人とプレイした人は分かっとるんですけどね。それを踏まえた上で、ね、見直すってもいいね。犯人がどのようにして部屋にたどり着き彼女を殺害したのか、今から犯人の行動を再現します。まあ、シシリアって言っても中身はね、ぶっちゃけ誰なんかまだエピソード2クリア時点で分かってないんですよね。マイヤではないよなみたいな。午前10時犯人はこのフロアに降り立ちました。はい、犯人の行動をトレースしよう。よしふざけるぞ、ケースとかくれベータに見つかってしまう。そうよね、もうこの時点でお前と見つかった気がせんでもないよな。はいはい、多分第一かもんだ。客室201清掃完了。でもこういう感じで清掃出てきた。ケースさんの部屋から清掃を終えたサービスドローンが退出。はい、なんか耳のごるような BGM の流しながら向かいのスタッフルームへ入った。そうなんですよ、あそこにね。この隙をついて犯人はケースさんの部屋に侵入しました。うん、ああ侵入してからの行動やな。面白いんだよ。お楽しみの時間はこれからで。この客室フロアには2体のドローンが巡回している。どちらにも見つからずに殺害現場へ向かうことは不可能です。そうっすね。そこで犯人はここであるものを盗みサービスドローンを破壊することにした。犯人が盗んだものは、犯人がこの部屋盗んだものですか。で本編はトランクを開けて中からエネルギー銃を手に入れたよね。でも俺はそれを手に入れると思うかい。ダイスとかあるティーポッド、電子ノート、まあ、なんかどれもなんか変な方向に行きそうやな。ちょっとサイコロ気になっとったよな俺。サイコロみたいな感じで思っとったんやけどさ、本編やるときさ見かけませんよね、確かに。サイコロモーロとこサイコロモーロとこみたいなサイコロモーロとこなんかレアなサイコロモーロとこみたいなそうじゃなくてね、電子ノートに落ちるチラッと。そうね、電子ノートもチラッともういろいろ見とるティーポッドなんでティーポッドなんか持ち出すんだか知らんけどね。俺は犯人の声気持ちなんか動機なんてわからない。ただやってることを完全に最後にしてるだけ。犯人が殴ったら痛そうですよね。それは、まあ、殴ったら痛そうですもんね。中に熱湯入っとったらビチャーってなってね、電気製品やけん。要はドローンって電気製品やけんさ、お湯とかかぶせたら怖いそうやもん紅茶を入れるためのポットでした。どうなんだろう、この動画をアイディアリストの公式さんが妙になったらちょっと答えてほしいんですけどね。そのキーパー製だとか、ああいうドローンってさ、ああ防水性になっとんかな。ちゃんとそのキーポットではさすがにサービスドローンは壊せなさそうだわ。いけるんですよ、システリアロボットだから、アンドロイドだから。こうしてシステリアの可能性にかけてみませんか。ケースさんの部屋を荒らし武器を手に入れた。システリアの可能性かけてみましょうよ。こんなんでももしかしたらドローン壊せるかもしれませんよ。犯人はそのまま部屋を出て、やってやるぞお前。手にしたものを持ち去りました。やってやるからなお前。
多分シシリア水分取りたかったんだ。喉乾いてたんだよ。さあ出ていくか。でここですね。通路へ出た犯人、再びスタッフルームに入っていくサービスドローンを目にしました。そして、サービスドローンを追ってスタッフルームに入るか、はいはい、そのまま殺害現場に向かうか、行動を選択する必要に迫られた。そうなんですよね。本来はここサービスルームに入ってまずそこのドローンを潰したよな。犯人の行動を再現しよう。アラートをかけてそこに他のサービスドローンが集まるように仕向けたって言えばいいんか。しかし私はそんな寄り道的なことをするわけはなかった。犯人はサービスドローンを回避するため素早く殺害現場に向かいました。はい、無駄なことはしません。スタッフルームの中ではサービスドローンが壊れていたはずだな。知りません。自爆じゃないですかね。ドローンの故障は事件には無関係。お前の結論はそれでいいのか。構いません。社長、やりたいでください。ケースさん、ケースさん、社長、やりたいでください。これは私の事件です。私が解く事件です。サービスドローンと警備ドローンがフロアを巡回する中、はいはい、犯人は慎重にフロアの奥側の通路を進み、そうですよ、慎重に進まないとドローンに見つかっちゃうからね。被害者のいる部屋へと向かいました。で、着いたと。こうして偶然には見つからなかったな。殺害現場となった部屋の前まで移動した犯人はインターホンを押して、はいはい、被害者をドアまで呼び出しました。そうですね。はい、インターホンが鳴ると被害者は焦った様子で部屋のドアを開ける。そうか、よう考えたらこの時点であれじゃわ、あのサビトロンの腕がないけんさ。でもよかった。でもティーポットっていうドンキが手に入っておけんさ、その辺はカバーできるな。ティーポットで殴られたんじゃ。あっ、手に持った凶器で頭部を殴打しました。まあできなくはないよね。こうして被害者アイリクローバーの潜伏していた部屋に侵入しました。できなくはないですからね。この部屋は監察官アッシュ・シェパードが監視任務のために利用していた部屋です。そうなんよな。そんなこと言われたらさ、普通考えてさ、アッシュ専科さあこの殺人犯としか思えんでないかって話になるもんな。完全なミスリードじゃん。時計塔もう制作者側がさ、そう思わせるように仕組んだかのような感じの設定も盛りだくさんやけんさ。彼女が時計塔の鍵らしきものを持っているのを僕も見たことがあります。こう見てるアイリーなんかちょうどちゃんと瞬きはしようやな。おそらく犯人が彼女を目閉じたやないか。俺がちゃんと見つめようけんさ、あやばみたいな感じで目閉じたな今。時計塔の鍵を手に入れるためだったのでしょう。そうですね。この部屋にはああ、おや、彼女の持ち物を漁った様子が見て、見てるぞ、見てるぞ、お前。せめて寝たふりしとけ。部屋の中、ピストルはちゃんと奪い取る。火薬銃を発見しました。エナジーバー気になるわ。お隣のエナジーバー気になっとったよ、実況しようたとき、一周目のときよ。でも、俺が手に入れるのは、エナジーバーだ。これは最近回復されたエナジーバーです。そんなどうでもええねんお前。そうね。うん、それは知っとうけど、アッシュが食べよう、もう知っとうけどさ。もうアッシュがおるって痕跡っていう感じではあるよな、確かに。これ怪しいですね。アッシュ怪しいですねっていう状況なの、確かにそうやけど。ロックのかかったトランク。さあ、どこかとりあえず。変。だから反撃ができなかったのかしらって、ここで出るんだな。
ねえ、通信装置もここにあるよな。ねえ、ねえ、いろいろ物色しとくよ。いろいろ物色しとくよ。もう物色するもんないか。残念、これ以上何もなかったわ。じゃあピストル取るか。なんだっけな。で、このピストルの剣はこのまま一緒。意識を取り戻しかけていたアイリ・クローバーを警戒した犯人は逃走前にその銃を彼女に向けました。この時犯人が、頭じゃなくて彼女の頭部に発砲。これが致命傷となりました。まあ、頭でも致命傷になるような。むしろ頭の方が致命傷になる可能性あるんかな。細部が一致しないようだけど。え、まあいいじゃないですか。どっちでもいいじゃないですか。彼女はホテルの客室で死んだことには変わりないんですよ。人間死んだことには変わりないんですよ。悲しいですよね。人間の命って一個しかないのに、それをその命を摘み取る方法っていくらでもあるんですよ。悲しいと思いませんか、この世界。しかし、さあ出てきた。廊下に出たところで、そりゃ見つかるわな。処理してないんだもの。データが銃声を聞きつけてやってきました。まあ、処理してなくても来たんか。ここ対象を排除します。攻撃をしようとするベータに対し犯人は、ふざけどきですよ。だって選択肢3つもあるもん。普通にドローンを撃ったらさ、なんかドローンの攻撃が飛び散って、いろんなところにダメージ与えるような感じだったな。これ避難警告出たのと、飾りを壊してベータの注意を引いたとかいうのあるんよ。どういうことだ。ケースの時覚悟。いや撃てるんや。全く関係ないところ。おいおい、パッパッパッ撃てるんじゃんこれ。ふざけまくいよる。あのふざけまくいよるって、お前明らかに銃の相談数無視したね、社長って。やろうども。一番関係なさそうな装飾に打ってみまーす。はい、火薬銃で壁の装飾を破壊し、なるほど、説明通りになったな。ベータの注意を背後に引くと、その隙を見てベータを撃ちました。お前隙を見せてしまったんやな。目の前の相手から注意をそらせるかしら。ちょっと無理があるわね。確かにドローンの思考ルーチね、下手くそすぎんかってやる。こうして犯人はベータの攻撃を逃れたのです。なんか若干都合よく解釈しすぎな感じのところもありますけどね。こうして警備をか、この後すぐ僕は現場に来ています。しかし犯人の姿を目撃はしていない。犯人は犯人の逃走権、こっちから逃走したら、こっちから逃走したらあれ警備室の方に行くんですよね。あ、でもこれこの状況で警備室行ったらどうなるん。警備室なんか普通の状態のまんまになっておけどさ、行けるんで感じじゃないけど、ちょっとこの辺2回やってみたいなって思ってしまうけどさ、エレベーターホールこのまま行ったらさ失敗になるよな絶対。だって勝ち合っちゃうもん。僕らとすれ違った可能性はある。あ、だから行き先指定なんじゃ。犯人はエレベーターに乗り、人目を盗みながら逃走しました。まあとりあえず気をつけましょうぐらいな感じだね。犯人がホテルから逃亡した後、僕はここにやってきた。偶然すれ違っただけみたいな感じになってる。そして監視付きでホテルに戻っていたケースさんと一緒に遺体を発見しました。これが捜査によって得た証拠から推理できる事件の全貌です。
めっちゃ無理あるな。いろいろ偶然に偶然をさらに重ねた感じになってるな、お前。被害者アイリ・クローバーは時計塔の鍵を奪おうとする何者かに殺害されました。犯人は、うん、どうですか。めっちゃいい。残念です。あなたの手による現場の再現は信頼に値しないものでした。そうですよね。そりゃ生き上がりばったりですもんね。こんな報告を受理することはできません。ついたで 16.5% って、あ、失敗した時ってこんな表情すんじゃ。リリー見て、よう見とけばよかった。アホなんじゃ。落ち着いて、もう一度操作で得た情報を整理してみなさい。はーい。